熱い熱い。いきますよっ。ほっ、おーおーおおお、おいおいっす。あつあつあつ。しょ。よっ。おお。おお。いい感じ。はい、というわけで今回は、自作した電気炉を使ってこちらのアルミのインゴットを作ってみました。いやー長かったですね。というのも前回、こちらの電気炉を作ってみたっていう動画で、ですね、いろいろやらかしました。はい、SSR ソリッドステートリレーとかの配線を、間違えてしまっていて、一応800度くらいまで、750度だな、750度くらいまで電気炉自体は温まったんですけど、その後、なんだっけ、温度調節器の方に熱がいっちゃって溶けちゃうっていう、配線ミスを犯してしまいました。でコメント欄で、いろいろねアドバイスしてくださった方本当にありがとうございます。まあ、やっとね、配線もちゃんと直して、電気炉を使うことができました。で今回は、800度で最初やってたんですけど、最終的にはやっぱりね温度が足りなくて溶けにくくなっちゃったんで、900度で、アルミを溶かしました。いや初めてですよ、本当に切り粉を溶かしてインゴットを作るっていうのはマジで、面白かったです。で、やった感想としては、このグラファイトのこのなんていうのかな、型に流し込んで作ったんですけど、最初、これ、温めてはいた、余熱はしてたんですけど、ほぼ冷めた状態で、溶かし込んだんですよね。でそのせいで R 角がね R にはなっちゃったんですけど、なんかピカッと光ってるんですよ。で2回目、割と結構熱々直前まで、炉の中に入れといて、この型をね、入れといて、流し込んだ、まだ熱いかな、まあ、ちょっと熱い、流し込んだらなんかシワシワの、感じになっちゃいました。なんかねアルミホイルをぐちゃぐちゃってやって叩いて潰したような見た目になっちゃったんで、これはねなんでなんやろうっていう違いが、ただやっぱり急激に冷えない分角はねしっかりバリッパリッと出てて、こっちはねちょっと側面になって、スーパーコーラガムみたいな、今売ってないんですけど、あれの銀紙に包まれてるようなやつの2個ひっついたような見た目、これ絶対伝わらんなになってて、でこっちは割と角がバシッと出てる感じ。この違いはるつぼを温めたことによるものだと思います。この角の R に関しては、ただこの表面の、テリテリ具合に関してはちょっと分かりません。はい、詳しい方いらっしゃいましたらコメント欄で教えてください。というわけで今回は、自作電気炉で切り粉を、ね、溶かしてインゴットを作るという動画でした。面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたら、ぜひグッドボタンとかチャンネル登録をよろしくお願いします。Twitter、Instagram、最近製造業ラジオという、ボイシーでいろいろやってますので、そちらも見てみてください。ご視聴ありがとうございました。